皆さんどうもこんにちは、打楽器の演奏家の島崎優斗です。今日は残念なお知らせですけども、4月19日に予定していました、コンサート兼ライブ配信、コンサートをやってそれをそのままリアルタイムでライブ配信するっていう、試みが中止になりました。まあそりゃなるよねっていう感じなんですけど、ちょっとね報告が遅れちゃってすいませんっていうのが、まあもうそもそも多分ホールじゃできないだろうなっていうのはもう数日前からもね思ってたんですけど、まあただお客さん呼ばないでね無観客でやろうかなとかも考えてたんですよ。考えてたんですけど、まあその東京に住んでる僕がねその千葉のホール行くのもどうなのかと思いますし、それからまあホール自体もまあいつまで閉館が続くかわかんないと、いうこともあって、まあまずその向こうでやるってことができなくなりました。でいろいろ考えたんですけども、まあライブ配信だけはしようかなと。でホールでやることはできないですし、僕もなるべくね外出ないようにしてるので、多分家の中でこのマリンバとかでできるライブ配信を何かしようかなと考えております。まあなので4月19日です。すいません、もう結構チケットの予約もいただいてて、それからまあ YouTube ライブね楽しみにしていただいた方もいらっしゃるんですけども、まあちょっと規模小さい形になりますが YouTube ライブのみ、やらせていただきます。4月の、19日の2時からですね。まあ1時間2時間やるか、まあ3時間4時間5時間6時間わかんないけど、なるべくね楽しみにした方のためにもたっぷりできればいいなと思っておりますので、ぜひ楽しみにしててください。でそれから実はですね、この4月19日のチケット予約いただいた方、のうち僕もうすでに全員の方にねメールしようと思って、返信というかその中止になって申し訳ありませんっていう文章を送ったんですけども、3名の方はごめんなさい遅れてなくて、この動画見てるといいなと思って、まあそれもあってこの動画撮り始めたんですけども、僕が多分ね名前書き間違えた、メモリ間違えた か検索に引っかかんない3名の方がいらっしゃったので、すみません、その、皆さんはちょっとごめんなさい、僕から直接ね DM とかメールとか送れなくて申し訳ないんですけども、よかったらご連絡くださいはい、ということで、中止になりましたけど、ライブ配信は、ここ、場所を変えて、多分家の中とかでできるものに、何か、趣向を変えて、やりたいと思ってますよ、というお知らせでした。最後にもう一個、ツイッターの方で主に募集をかけていた、一般打楽器アンサンブルなんて切実の お知らせっていうやつですね。で、趣味で打楽器やってる方とか、もしくは学生で今打楽器やってる方とかが、ちょっと外でも、打楽器アンサンブルやりたいなーっていう方のために作った団体なんですけども、まあ、おかげさまで40人か50人ぐらい、メンバーが集まりまして、で、この4月から、活動しようって言ってたんですけども、この4月からの活動はさすがにね、ちょっとね、できなくなりました。まあ、密集空間とか密閉空間とか、まあ、人がね、集まるのを避けましょうっていうのが、この今の、自粛要請の趣旨なので、まあ、さすがにできないなと思って、それも皆さんにも、連絡は回したんですけども、ただ、未だにですね、募集まだしてますかっていう連絡が DM とかね、ツイッターの DM とかでいただくので、まあ、ちょっと待ってくださいって感じです。ちょっと今はまだ募集してないっていうことと、まあ、このね、自粛要請が落ち着いて、で、活動再開できるようになってから、改めてこう募集するのかどうかとか、もしくは二次募集のお知らせとか、もしくはもう満杯なんで無理ですっていうお知らせするのか、わかんないんですけど、改めてまた、情報を配信していて、はい。情報配信していきたいと思いますので、ちょっと待っててくださいという感じの、ご報告でした。はい、ということで、ちょっとね、まあ残念なお知らせ続いちゃいますけども、まあ、なるべくこれからの動画、そうですね、なんか気分が明るくなるような、ものを、まあ、家の中で、極力出していけたらいいなと思ってますので、今後とも皆さんよろしくお願いします。はい、ほぼ YouTuber 生活しております、打楽器の演奏家の島崎優斗でした。どうもありがとうございました。